お疲れ様です。お疲れ様です。力です。大吉です。お願いしま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 す。今日はですね、はい、皆さんにめちゃくちゃいい情報持ってきました。お、いい情報。はい。っていうのもですね、うん、普段からさ、俺 YouTube でいろんなお酒紹介してんじゃん。そうだね。で、今回も1本お酒紹介するんだけど、うん、今回紹介するお酒は、うん、めちゃくちゃマジで神コスパ。神コスパ。はい。のお酒を紹介したいと思います。おー、いいですね。はい。2000円台で購入できる、うん、めっちゃ美味しくて神コスパのウイスキー紹介したいと思います。いいですね。はい。って言ってもさ、うん、今2000円台のウイスキーっていっぱいあんじゃん。あるね。いろんなクリエイターさんとか YouTuber がもう紹介しまくってんじゃん。してるね。でも今回紹介するその2000円台のウイスキーは、うん、ちょっとマニアック。マニアック？はい。っていうのもまだそんなに知れ渡ってない。おお。はい。そんなウイスキーを紹介したいと思います。いいですね。はい。じゃあもう早速紹介してもよかですか？お願いします。はい。今日はこちらです。ドン。こちらですね。はい。出ましたね。はい。グレンドーアン。はい。今日はこちら。グレンドーアンですね。はい。こちらを紹介したいと思います。はい。はい。今この名前を聞いて知ってるよっていう方います？多分おそらくそんなにいないと思います。あんまいないだろうね。はい。っていうのも、こちら見てください。日本初上陸って書いてある。書いてありますね。はい。まだ日本に来たばっかりなんですよ。はい。はい。っていうのも、このグレンドーアン、うん、2024年の3月に、まだ日本に上陸したばっかりです。あ、そうだね。はい。まだ2ヶ月ぐらいか。そうだね。はい。なのでまだそんなに知れ渡ってない、うん、ウイスキーなんですけど、はい、これは近所の山屋さんで、うん、酒屋さんですね、うん、2500円ぐらいかな、うんうん、それぐらいで買ってきました。はい、はい、スコッチですね、うん、はい、ブレンデッドスコッチウイスキーです。はい、はい、でこれ買ってきたんですけど、うん、これ大吉君も飲んだんだよね。一緒に飲んだね。どうでした？美味しかった。そう、これね、ぶっちゃけ俺ちょっと舐めてたのよ、うん、俺らね。そうだね。でも実際飲んでみたの、うん、マジでね、普通にめっちゃ美味しかった。美味しかったね、うん、これは動画にするしかないっていうことで今動画撮ってます。撮ってます。はい。ということで今日はこのグレンドーは紹介していくわけなんですけど、うん、多分ねこの動画見たら多分みんな飲みたくなると思います。欲しくなるね。はい。じゃあもう早速このグレンドーは飲んでいきたいと思います。お願いします。はい。じゃあグレンドーは飲みましょうか。お願いします。まずはストレーティーからいきたいと思います。ストレーティーね。はい。このグレンドーアンはストレーティーでも結構うまいですよ、うん、ストレートね。あー、いいね、うん、っていうかさ、めちゃくちゃ色濃いよね。濃いね。そう、マジで濃いんすよ。すごい濃いよね。よし、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。うん、果実味が強いね。果実味、うん、結構甘みがこう香りでブワッと上がってくる、うんうんうん、なんだろうな、こう干しぶどうとかじゃないけど、うん、ちょっとこうドライフルーツというかこうギューっとした感じの甘い果実の雰囲気がある、うんうんうん、レーズンとかこう干しぶどうみたいな感じ、うんうんうん、でその奥にスモーキーさんもちょっといるんですよ。なるほど。じゃあいただきます。いってらっしゃい。うん、本当に美味しい。美味しい。冗談抜きで、うん、お値段以上ってもう自信持って俺は言えると思う。うんうんうん、うん、実際でも飲んでみると確かに甘いんだけど、うん、香りほど飲んだ感じは甘くない、うんうん、こうライトでこう軽やかな甘さっていう感じかな、うんうんうん、で余韻の方にやっぱりこうスーッてこう呼吸した時にスモーキーさが残るね。なるほど、うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、大吉君ちょっとこれいただきます。はい、飲んでみてください。香りどうですか？うん、香り甘いね。そう、すごいね、いい感じなんですよ、うん、いい感じ。はい、いただきます。どうぞ。うん、うん、美味しい。飲みやすいね。本当に飲みやすいよね、うん、ストレートでこんだけ飲みやすいんだよ。うんね、香りはね、うん、甘い感じ。そう、香りはやっぱり甘い、うん、本当に甘い。果実味もわかるけど、うんうん、あとね黒糖みたいな。黒糖、うん、あ、いいね。ちょっと和菓子感。はい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 、うん、濃い感じの甘さ、ね、濃い感じの。はい。でも実際飲んでみるとさ、うん、甘ったるくないよね。そうなんだよ。そうなんですよ。味はうん、うん、本当最後スモーキー感が残って、そういい感じね。そう、バランスがいいんですよ、ね、バランスいい。甘いだけじゃなくてちゃんとこうスモーキーさもあるし、うんね、だって2000円台でこういう味わいって本当にあんまりなくない？確かに、ストレートで、ね、クオリティマジで高いと思う、うん、今これストレートで飲んでるんですけど、うん、実はこのグレンドーアンハイボールもめちゃくちゃ美味しいんですよ。美味しいね。はい、ということでじゃあ次はこれハイボールで飲みたいと思います。お願いします。じゃあ最後は
ハイボール作ります。お願いします。グレンドーワン、もう本当にこの段階で甘い香りするんだよな。うんうんうん、うまそう。うまそうだね。オッケー、完成。誰、グレンドーワンのソーダ割りです。いただきます。いってらっしゃい。はあ、どうですか。うまいわ。うまい、バリうま出ましたね。うん、あのね、濃い味、濃い味、味が本当に濃いですね。うん、本当にさっき言ったようにあのフルーツ感あります。うん、でちょっとこう飲んでみると焦がしキャラメルのような雰囲気もあるね。うんうんうん、で穀物感みたいな香ばしさもあるんだけど、うん、本当にね飲み応え十分です。てか味が本当に濃い。うん、なるほど。うん、ちょっと大吉さん、いただきます。いってらっしゃい。どうですか、めちゃくちゃ美味しくない？うん、うん、美味しい。飲みやす、飲みやすいよね。うん、もうなんかしつこいようだけどさ、うん、本当に間違いなく値段以上って僕は言っていいと思うんだよね。そうだね。うん、っていうかさ、ほら例えばさ、今2000円台で買えるもの、なんだろうな、バスカーとかあるじゃん。あるね。負けてないと思うよ。負けてない、全然負けてないと思うよ。あとなんだろうな、まあ、最近ちょっとグレン・グラントのアルボラリスは、まあ、ちょっともう2000円台後半ぐらいになってきてるのかな。っていうのを考えると、新しく新製の2000円台でおすすめのウイスキー、これとかでも全然いいんじゃないかなと思うね。いいね。あとこうデュアーズの12年とか、うんうん、まあ、本当にですね、探せばいっぱいあるけど、うん、いいよね。いいね。うん、いや本当によくできてると思う。うん、めちゃくちゃ美味しい。っていうのもこう1杯2杯3杯って飲んでもこう飲み疲れもしないし、うん、で軽いんだけどすごいこう味わいもしっかりしてるから、そうだね、こうそのまま飲んでもいいし、うん、食事と合わせてもいいし。確かに。そう、これは新たな俺の定番ウイスキーがこうコスパいいのできたんじゃないかなと。そうだね、思いますね。またガブガブいっちゃうね。本当にこの男はね僕のウイスキーガブガブ飲むんですよ。排水口だからね。飲んでもいいけどちゃんと報告してね。でも本当にそうやってガブガブ飲んでしまうぐらいちゃんと普通に美味しいです。美味しい。はい、気になる人は概要欄に詳細とかも載っけとくんで、うん、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで今日は2000円台で買えるまだ日本に上陸したばっかりの、うん、おすすめのウイスキー紹介しました。はい、大吉くんどうでした？いやこれ本当、うん、美味しかったね。これ本当にバスカーとかに代わる新定番になりうる可能性あるからね。あります。はい、って言っていいぐらい本当に僕も大吉くんもおすすめできるウイスキーなのかなと個人的に本気で思います。はい、ということでじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、いやー美味しかったね。美味しかったね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。バイ。